はい、やる薬はこちら、ライトナーですね。ブリーチじゃなくてライトナーに、ちょっとグレー手法なんですが、はい、こんな感じで、リパレットはいつも言ってますけど100均のまな板です。これを自分で好きな形にカットしてください。幅が広い方がいいですね。で、ウィービングを取っていきます。で、この時に別のハケ使うとまたこう時間ロスっちゃうんで、もうこのこっちのハケでそのままやっちゃった方が早いんでいいと思います。これで取ってって、根元はねちょっと開けた方が最近いいかなと思ってるんで、このような感じに一回根元を片面だけ締めて、それから毛先をドンっていう感じですね。はい、今日ちょっとスライス厚めでやっていきます。で、今度、また取っていくんですけど、はい、根元の方は、ちょっと開けた状態で下にこうハケを寝かしてですね、なるべく裏面つかないようにしてやっていきます。で、毛先はドン、量を多くつけます。で、根元はかなり今外してるんで、伸びてきた、モデルさんが伸びてきた時にあまり目立たないようにしてますね。本当に頭皮の熱で過炭酸ちょっと暴走しちゃいやすいんで、皆さんそこは気をつけてください。こんな感じに根元をやったら、毛先はもうこのままボンって感じですね。はい、次ですね。まあ表面はまた別なんですけど、先ほどよりも中間あたりで今取ってるの分かると思うんですけど、はい、根元は1センチぐらい開けてこのままズドンって染めます。はい、こんな感じです。で、次ですね。こんな感じのペースで塗っていければいいかなと思います。で、ここ根元で取るんじゃなくて、ちょっと中間あたりで取ってあげるのがポイントで、はい、そうですね。で、リパレットは毛先の方に使う感じですかね。こんな感じです。多分結構いろんなブログ見たりとかしてるんですけど、結構仕事がちょっとゆっくりめなのかなって、それで今綺麗に染めてる人もいるんですけど、あんまり時間効率良くなさそうなので、やっぱこのぐらいのスピードでこなしていけた方が僕はいいかなと思います。こんな感じですね。結構今根元開けてるんですけど、ここも中間ぐらいで取っていいかなと思いますね。この辺取って根元あんまり攻めないようにして、で、このまま毛先を多めに塗っていきます。はい、で、ここでこんな感じで、ちょっとこれ根元側で取りましたけど、はい、ハケを寝かして毛先の塗布量を多め、はい、で、ホイール使わないんですかってよく言われるんですけど、使いません。そんな時間もったいないので、で、このままここを、で、こういう表面の方になってきたら根元の方をなるべくぼかしてあげた方がいいので、ちょっとぼかしてあげながらちょっと染めていきます。この辺はこの中間あたりですね、取るのね、この辺で取って、まあ、ここでもう最初にぼかしちゃってもいいですね。こういう感じにぼかしてからリパレットを使って、って感じでもいいかな。あとですね、最近思うんですけど、表面ね、あんまりやらない方がいいです。で、表面はもう他の方法でやっていくので、表面1パネルは入れないでください。これ最近僕入れてたんですけど、最近やめました。入れるの入れない方が絶対かっこいいので、で、またサイド今度やっていきます。で、ここら辺はまだ根元側で取っていいので、根元側で取って、
リパレットにやらないでコームだけでちょっと攻めて裏が綺麗に出るようにしますね。伸びた切った時がほんと違うの でここで最初もここでバッとやっちゃっていいと思います。ここでリパレットで毛先ドンって感じですかね。これでやっていくと非常に早いと思います。こんな感じでここで一回、ね、コーム寝かせて入れてリパレットでドン、こんな感じだと早いですね。はい、次です。でここら辺はちょっと軽く薄めにつけてあげて、でリパレットで毛先ドンという感じですね。で表面は残すので表面は指1本分残してください。そこはやらないです。でここはちょっと根元側の方で綺麗にやってあげてもいいのかなっていう気がつけて、ここはあんまり根元まで攻めない方がいいです。指2本分3センチ開けてください。表面の方はここから毛先まで塗っていきます。はい、でここは入れないっていう感じですね。で次今度逆サイド、これだとそんな時間かかんないので、そんな多分カットカラーで2時間で終わるんで、急げば1時間半ぐらいで終わると思うんですよね。ダブルカラーしたとしても。でここで寝かして、ちょっと今喋りながらやってます、やってるんでちょっと遅いですけど、もっと普通にやればもっと早いですね。ここでもこういう風にしてなるべく効率で時短を目指していきます。こんな感じですね。でこの時点でもうすぐ取ってって、でここでも塗ってリパレットを置いてドンと、これだと早い。で表面の部分と染めない部分取っておいて、でここは根元少しぼかしてリパレットでドンって感じで、前髪ちょっと入れたいということなので、じゃあどこに入れたら可愛いのかなっていう部分なんですけど、あんまり中入れると可愛くないかなと思うんで、中の方を暗くして奥行きを出して表面にちょっとこうふわっとくるぐらいでいいのかなって気が勝手に動かしてるんですけど、表面のをちょっと抑えてこのちょっと中に入れるぐらいかな、ちょっとアーチ状に表面の毛を入らないようにちょっとブロックして、その中に入れるぐらい1パネでいいかなって思うんですよね、このスタイルで考えると。なんでここを止めといて、これ表面かぶるところですね。なんでここをアーチ状に取ってここに入れるぐらいでいいかなっていう気がします。はい、ここに、1個入れていきます。この時もあんまり頑張って根元攻め綺麗に塗ろうとして攻めなくて大丈夫なので、これで大丈夫です。余計なことしないのが一番いい。でこれで終わり、ワンパネでいけますね。ここはこれ以上やんない方がいいですね、スタイル的に。いいこれ、はい、はい、でこんな感じで一応終わったんですけれども、1個問題があって、これもいつも言ってますが、これだけだと毛先の量が少ないんですね。そぎ入れてますから、どう見てもこれかっこよく仕上がらないんですよ、これだと。なんで、ここで、自然に落ちるように、こうして、で、中間から毛先のところに、別で入れていきます。はい。
まあ、今日はリパレットを使ってるんで今日はリパレットでやっていこうかなと思うんですけど、ちょっと拾ってこのような感じでリパレットで拾ってもうこれで、ね、感覚で指でこう拾っていきます。この辺欲しいなと思ったらリパレットを使って毛先から塗っていきます。こういう感じですね。ドンってこういう感じで、で毛先の量をちょっと増やしていきます。こんな感じです。でこの辺がちょっと少ない感じがするんでこの辺も、はい、ちょっとコームでわーっと入れて毛先をリパレットでちょっとバサバサバサっとこう入れていく感じですかね。ここはコームでぼかして先っちょはリパレットでって感じです。でここでちょっとあのバランス見ながら入れていきたいと思いますね。最初とこの辺ぼかして毛先だけドンって感じですかね。これグラデーションをデザインとして作っていきます。こういう風にして毛先をこういう風に入れていきます。はい、でまた見ながらここ欲しいなっていうところは毛先の方を入れていきます。で今度逆サイドの方も入れていくんで束で取ってその束をコームだけでバサッといって毛先はリパレットって感じですね。はい、そうすると、ちょっと全体見た時に綺麗にこうコントラストがこれホイールしてるとですね分からないんですよ。でこれホイールの良くないところは仕上がりが分からないっていうのがホイールの一番の弱点です。ホイールでやっちゃうとまあ綺麗にはメッシュはなるんですけどデザインとして見ながら作っていくことは全くできませんので僕はちょっとそれはどうかなと思ってしまうんであえてホイール使わずにこういうふうに実際見てここ欲しいなっていう感覚の部分もちょっと必要にして必要でないそういうところも感覚の部分もちょっと大切にしてやってますね。こういう感じで毛先の方ちょっと少なそうなんで結構入れてぐらい入れてみようかな。その方が可愛いかなと思って毛先結構ほとんど塗っちゃってもいいかなっていう感じですかね。はい、こんな感じに、毛先の方がちょっと多くなってきて綺麗につながってきてるかなっていう感じがします。はい、でこれでちょっと見ていただきたいんですが非常に綺麗な感じで、まあ、バイアレージュとか結構ねこう入れたりはするんですけど、まあ、これあくまでも自然に入れる方法なのでバイアレージュだとこのままバンとこう入れてデザイン作る方もいらっしゃるんですけど僕はやっぱり伸びてきた時のことも考えて綺麗に入れていきたいっていうのでこういうやり方でやってますね。はい、これで時間放置してその間にカラーを作って、そのままシャンプー台でトナーとして乗っけちゃいます。これでだいたい1時間カットして1時間半いかないぐらいなのでまあちょっと置いて流してって感じであればそんな時間かかんないかなと思います。はい、今カラーが、このような感じで今入ってます。はい、で一番怖いのはこのままトナー入れていくんですけどこの黒い地毛のところをあんまりリフトしちゃうと逆にそこが赤くなっちゃったりとかする可能性があるんですよね。で地毛に色を合わせるとしたら結構地毛を寒色にしようとするとかなり補色を強く入れてそしたら今度メッシュのところが変な色になって青になって緑か緑になっちゃったりとかそういう可能性があるのでちょっとそこはあんまりパワーが強くない、アンダーを削らないようにヘア台を調節します。で調節した状態で、やっていきますね。はい、でこれでまあちょっとやっていくんですけどこれがまあトナーです。はい、でトナーはこれはねなんだっけなこれはアディクシーですね。アディクシーの13のサファイアとエメラルドを使ってます。はい、ちょっと今ここでトナーとして入れてますね。で今トナーのポイントがある僕なりのポイントがあるのでちょっとそこをお伝えしようと思います。で髪の毛今ちょっとねリフトしちゃうと嫌だったので髪の毛一回クエン酸でプレリンスしてですね
1回髪の毛のペーハーを3線に今変えております。でその上に今これちょっとやってるような感じなんで、一番悲しいのは黒い毛が、地毛がちょっとね変にこう明るくなっちゃうのが結構きついんで、そこはちょっと避けたいなと。で、あの配合としては、エメラルド多めです。でサファイアは少なめで、ちょっとあの彼女をクールなスタイルよりも少し赤みがあった方が似合うかなと思ったんでそうしました。で今ちょっと色がだんだん入ってきてますね、こんな感じで。でここからなんですけど、まあ、僕のやり方なんでそれがいいかどうかは分からないですが、はい、トナーのやり方です。まず水をちょっと入れます。だいたい水の入れる量としては手首ぐらいですね。まあ、シャンプー台いろいろあると思うんで、だいたい手首が隠れるぐらい水を入れます。はい、はい、今日の撮影終わりました。ハイライト入れて、ブリーチ使いたくなかったんでブリーチなしでハイライト入れて、グラデーションのハイライト入れて、その後にシャンプー台でトナーをしたような感じです。でこれから色抜けて、もうちょっと透明度になって透明感も出てくるんではないかなと思います。今回使った薬剤はリクシーです。はい、追加でちょっとコレスパも使いました。でカット彼女結構長かったんですけど、かなり切って3人分ぐらいの毛が落ちたぐらい すいたというか、でもすいてますけどテイクセニングっていうのを使ったので、A ラインの毛先の量は変わらないで量を取るという裏技をちょっとやったんで、今後ですね限定動画の方で配信させていただこうかなと思うんで、今日もありがとうございました。皆さんチャンネル登録お願いします。バイバーイ。